ロシア連邦道路 M7、または連邦道路ボルガは、ロシア連邦のモスクワとウファを結ぶ、ロシア連邦道路である。モスクワ州、ブラジーミル州、ニジニノブゴロド州、チュバシ共和国、タタールスタン共和国、バシコルトスタン共和国を経由する。総距離は 1351km であるが、これに加え、ウラジミールからイバノボの 102km、エラブガから、 ペルミの5 1 2トルも含まれる E017 号線 E22 号線の一部であるロシア連邦道路 R254 とも接続しているこれは正式にはロシア連邦道路 M5 の続きであるがモスクワからは M7 を経由するのが最短ルートであるモスクワ市内から黄金の間のウラジーミルスーズダリなどへのバス観光には通る道である ニジニノブゴロド州とブラジーミル州の境付近にある、イコンニジニノブゴロドブヤとカがナーベレジヌイエチルヌイ、モスクワ環状道路とウラジミール通りの交差点に、始まる。主に湿地や草原の中を走り、沿線は1月に引く、摂氏10度、7月に、摂氏20度程度の気候である。モスクワ州では、湿地の平らな土地を通過するため、水害の被害を受けることがある。 多くの区間が直線で橋を覗き急な勾配がない。照明や信号も充実し、各車線最低3.5メートルの幅を持ち少なくとも8車線である。この区間ではアスファルトとコンクリートで舗装されている。2014年に M7 の南に同じ経路の有料道路がノぎスクまで開通する予定である。ウラジーミル州ではモスクワと異なり荒れた地形となり、 大きな勾配と急な曲線がある。ウラジミール州に入ってからウラジーミルまでの 76km は8車線で間に分離帯もあるため4万台、日の交通量に耐えられる。時々強烈な雨が降り、この時は非常に危険になる。ウラジーミルを出ると4車線となる部分も出てくるが、ほぼ8車線であり、渋滞は発生しにくい。 にじにのぶごろド州ではにじにのぶごろドまで車線は4の12車線であり、道路状態も良好で4万5千台、日を超える交通量がある。しかしにじにのぶごろドから中橋共和国までの区間は急な上下が続き、センターラインがない2車線道路となるため事故が発生しやすい。定期的に補修はされているものの舗装の質は高くはない。 チュバシ共和国の160から1 7 0トルの区間はゴーリキー高速道路と呼ばれる。首都であるチェボクサル周辺を除き舗装状態は悪い。チェボクサルからタタルスタン共和国までは4車線であるが定期的に追い越しのため6車線となる。ザイミシェンスキー橋が2011年に開通するまではチュバシ共和国のブヤゾビエ村とタタルスタン共和国のゼレノドリスクの間で フェリーが運行され、冬には凍った川に道路が整備された。橋の開通後も2013年までフェリーの運行は続けられた。タタルスタン共和国に橋で入ると、火山バイパス道路に入り、火山に着く。ママディッシュで、ブヤトカ川を越えメンデレーエフスク、ナーベレジヌイエチルヌイを経由する。2013年にママディッシュの橋が回収され、車線が増えた。 バシコルトスタン共和国では、丘陵地帯を進む。ほとんどが4車線で、ウファの周辺は8車線になる。ありがとうございます。